戸田忠史官は、江戸時代中期から後期にかけての大名。下屋国宇都宮藩二代藩主。宇都宮藩とだけ八代。官位は、ジ五位下、野戸守、越前守。法歴十一年八月二十九日、初代藩主、戸田忠宏の長男として、江戸で生まれる。安永七年十二月十六日に、ジ五位下、野戸守に、女位、任官する。 完成10年6月21日の父の隠居により、家督を継いで第二大藩主となる。文化元年8月7日に越前守に選任する。しかし藩政に関しては相次ぐ違法などで、財政難であり、病弱であった。文化6年には、持病の方から手にかけての痛みがあったという。このため、ただし観は、知性での業績には乏しいが、 反面西洋の器物を好み、南品風の絵をよくした。森蘭斎に指示して、死の画布、蘭斎画不公偏館に序文を寄せ、桃ひさし体長図などの絵を残している。文化6年3月からは、正し病に倒れて反省を取ることが困難になったため文化8年4月21日に家督を、次男の中野部に譲って隠居した。隠居後は、 深川の江戸屋敷で静かに余生を過ごした。文政6年2月に先立った中野の後を追うように9月28日に死去した。去年63、ありがとうございます。